アメリカ本土砲撃アメリカ本土砲撃は第二次世界大戦中の第二本帝国海軍の艦船によって行われた一連のアメリカ合衆国本土及びカナダ本土への砲撃作戦のことである。1941年12月に行われた日本海軍の航空母艦搭再機による真珠湾攻撃による日米間の海戦後日本軍は 太平洋やアジア各地で配送を続ける、アメリカ軍やイギリス軍、オランダ軍をはじめとする連合国軍を圧倒し、その支配地域を広げていった。このような状況下で、日本海軍は、アメリカ本土への潜水艦による砲撃を計画し、その一環として、同月25日に通称破壊作戦を行うべく、北、太平洋のアメリカ沿岸地域に展開していた。 日本海軍の巡戦オツ型潜水艦9隻によって一斉にアメリカ西海岸沿岸のロサンゼルスやサンディエゴ、モントレイ、ユーレカ、アストリアなど、計8都市を砲撃するという作戦を計画した。しかし、実行日の12月25日直前に27日以降へ延期するとの命令が下され、さらにその後角潜水艦が燃料不足となり、 同時砲撃が行えなくなったために、作戦は中止となって各艦は祈投した。しかしその後もこれらの潜水艦は通称破壊船をアメリカ西海岸沿岸で繰り広げ、多くの貨物船やタンカーを撃沈するなどの成果を上げた。ミっクリア順一筆、我が戦艦下周沿岸を砲撃その後も来た太平洋において通称破壊作戦を展開していた。 イ号第17潜水艦は、1942年2月22日に、カリフォルニア州サンディエゴ沖から、ロサンゼルス市の北方にある、サンタバーバラ沖に移動した後、2月23日の午後7時15分に、サンタバーバラ近郊にある、エルウッド石油製油所への艦砲射撃を行った。イ17は14センチ砲を17発発射したが、 砲弾が鉄鋼弾であったために多くが不発となり、施設への被害はわずかに止まった。人的被害も不発弾の処理中に兵士1名が負傷したのみだった。しかしこの砲撃作戦はアメリカ本土への日本軍の攻撃と上陸を警戒していたアメリカ政府と軍、国民に大きな動揺を与え、当日はカリフォルニア州沿岸のモントレーからロサンゼルス。 サンディエゴに至るまでの広い地域で、10日完成とラジオ放送の中止が行われた。さらに翌々日には、この砲撃作戦により過敏になった、アメリカ陸軍によるカリフォルニア州南部沿岸地域に対する日本軍機の大規模な空襲を誤認した、ロサンゼルスの戦いが引き起こされることになるなど、アメリカ国民をパニックに陥らせる結果となる。 フォートスティーブンスの被害を調べるアメリカ兵同年6月20日には、イ17と同じ四つ型潜水艦の、イ号第26潜水艦が、カナダ本土の太平洋岸のバンクーバー島、エステバン・岬にある、カナダ軍の無線羅新局を14センチ砲で、砲撃した。イ26は30発の砲撃を行ったものの、無人の森林に数発の砲弾が着弾したのみで、 大きな被害を与えることはなかった。E26 によるバンクバー島砲撃作戦の翌日の6月21日、囲碁第25潜水艦がオレゴン州アストリア市のフォートスティーブンス陸軍基地を潜水艦基地と誤認し、14センチ砲で砲撃を行った。当初はアストリア市も砲撃対象としていたものの、 コロンビア川の河口を入ったところにあるアストリア市へ砲撃は届かなかった。しかし突然の攻撃を受けたフォートスティーブンスはパニックに陥り陸砲が配備されていたにもかかわらず E25 に対して何の反撃も行えなかった。この砲撃によって電話線や送電線が一時寸断されたものの基地施設の損害は皆無であった。また、 人的被害も配置につく際に慌てたため頭に軽傷を負った兵士一人のみである。フォートスティーブンス砲撃はアメリカ本土にある基地への外国軍による攻撃としては米英戦争以来のものであり、その後現在に至るまで外国の正規軍によるアメリカ本土の基地への軍事攻撃は行われていない。冷式小型水上偵察機これらの活動に合わせて 太平洋のアメリカ沿岸地域に展開していた日本海軍の潜水艦がアメリカ西海岸沿岸を航行中のアメリカのタンカーや貨物船を10隻以上撃沈し中には西海岸沿岸の住宅街の置きわずか数キロにおいて多くのアメリカ市民が見ている目前で貨物船を撃沈するなど海戦以来日本海軍の潜水艦による 攻撃行動がアメリカ及びカナダの太平洋岸地域で多数行われていた。また、これらの潜水艦によるシアトルやサンフランシスコ、ロサンゼルスやサンフランシスコ周辺のアメリカ海軍基地に対する偵察も当時行われていたことが戦後明らかになっている。日本海軍霊部は先立ってフォートスティーブンス砲撃を行った E25 に搭載されている霊。 四季小型水上偵察機によるアメリカ本土への空襲を9月に2度にわたり行い2度ともアメリカ軍から差したる反撃も受けないまま成功した1942年6月21日にフォートスティーブンスへの攻撃を受けた際にアメリカ政府は自国の基地が攻撃を受けた事実こそ認めたものの国民の動揺を防ぐためと防雨用上の理由から 攻撃を受けた基地名を公表しないようマスコミに指示を出した。また、9月にオレゴン州に空襲を受けた際にも太平洋戦線における相次ぐアメリカ軍の敗北と相次ぐ自国本土への攻撃に意気消沈する国民に対する精神的ダメージを与えないために軍民に厳重な観光令を指揮この空襲があった事実そのものを極秘扱いにした。しかし、 間もなく、マスコミに知れ渡ることになり、当時太平洋戦線で負け続きであった、アメリカ国民を大いに怯えさせることとなった。日米間の開戦後に、サンフランシスコやロングビーチ、サンディエゴ等の西海岸の主要な港湾においては、日本海軍機動部隊の襲来や陸軍部隊の上陸作戦の実行を恐れて、陸海軍の主導で潜水艦の侵入を阻止するネットや、 嫌いの敷設を行ったほか、その他の都市でも爆撃を恐れ、防空壕を作り、防毒マスクの市民への配布などを行っていた。しかし、数度にわたる潜水艦による砲撃作戦の成功のみならず、沿岸での通称破壊戦が行われたことに対して、アメリカ陸海軍が刺したる反撃すらできなかったことに対して、アメリカ国民からは、 政府と軍の防衛体制に対して批判が相次いだ。ロサンゼルスの戦いを報じるロサンゼルスタイムスシナを上記のように日本海軍の潜水艦によるエルウッド石油製油所への砲撃作戦が実施された翌々日には同じ南カリフォルニアのロサンゼルスにおいてアメリカ陸軍が観測気球らしき飛来物を日本軍の航空機と誤認し 多数の対空砲火を行ったロサンゼルスの戦いが発生した。一般市民は日本軍の真珠湾攻撃は気を抜いたアメリカ海軍の失態であるとしてこの事件における陸軍の対応を支持するなど相次ぐ日本軍の襲来を受けた世論の沸騰を受けて西海岸における防空体制はさらに強化されることとなった。 この一連の砲撃と空襲作戦の成功以降、西海岸地域を問わず、アメリカのすべての沿岸部における紹介活動及び、防空が厳重なものとなり、サンフランシスコやロングビーチ、サンディエゴ等の西海岸の主要な港湾においては、日本海軍機動部隊の襲来や陸軍部隊の上陸作戦の実行を恐れて、陸海軍の主導で潜水艦の侵入を阻止するネットや、 嫌いの敷設を行ったほか、その他の都市でも爆撃を恐れ、防空壕を作り避難訓練を実施し、10日完成を行い映画館やナイトクラブの夜間の営業停止、防毒マスクの市民への配布などを行っていた。さらには、西海岸沿岸地域に住む子供たちの学童疎開が検討された。なお、この一連の砲撃と空襲作戦の過程においては、日本人移民や、 日系アメリカ人の関与、協力などは何もなかったにもかかわらず成功を収めたことから人種差別的思考を持ち、さらに日本軍の上陸を恐れていたフランクリン・ルーズベルト大統領の命令により、1942年2月からハワイを除くアメリカ全土で行われていた日系人の強制収容を正当化する口実の一つになった。 日本の同盟国のドイツ海軍の潜水艦によってアメリカ東海岸沿岸やメキシコ湾における連合国の民間船に対する通称破壊作戦ドイツ軍のスパイによるアメリカ国内におけるテロなどの破壊行為が多数行われたが特にドイツ海軍は潜水艦が有名であったにもかかわらずこれらの潜水艦によるアメリカ本土への砲撃は終戦に至るまで一度も 行われなかったさらに、ドイツ軍やイタリア軍の航空機によるアメリカ本土への爆撃は計画されたものの、潜水艦の艦載機が複数回成功した、日本軍と違って終戦までに一度も行われなかった。ありがとうございます。